はい、皆さんどうもこんにちは、テイトクです。今回もワールドオブウォーシップの方の実況をやっていきたいと思います。で、今回はですね、ウォーゲーミング社の17周年記念だったかな。で、なんかボーナス、公式サイトでボーナスコードが配布されていて、そのボーナスコードでもらえる、このオールバニーっていう缶ですね。アメリカのティア2ですね。ティア2の巡洋艦、オールバニーでやっていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。はい。というわけで、戦闘開始です。やっていきましょう。で、このオールバニーなんですけどね、実は乗るのがこれが初めてなんで、どういう艦なのかちょっといまいち把握できてないんですが、とりあえず、片弦最高4門、試行できるみたいですね。で、まあ、見た目的には、方針がすごい長いのが、印象的ですけれども、貫通力が高かったりするんでしょうかね。まあ、そこら辺はやっていきたいと思い、まあ、やってみても貫通力はちょっとわかんないかな。多分 AT ばっか打ちそうだし。最高速度は、19ノット、20ノット、19.567、20ノットぐらいってとこなんですかね。20ノット一応超えますね。まあ、このティア隊ならこんなもんなんすかね。とりあえず、この前方の方に駆逐艦が2隻。1隻すごい近づいてきてるな。ちょっと怖いなぁ。と、降落した。前方。とりあえず、魚雷2本しか来てないから、高能威力はなかなかに優秀か。ちょっとこれまずいな。ちょっと駆逐艦2隻挟まれて怖いな。どっちか、いや、これやばい。魚雷避けきれない可能性が、撃たれるとこれは。とりあえず撃沈。ここでだ、な、2本もらって、ギリギリ耐える。とりあえずこのまま突っ込んでもしょうがないので、一回帰りましょうかね。ある。あれ、火災起きてたからちょっと確認してなかったんですけど。とりあえず、砲の威力はなかなかに悪くなさげな印象をちょっと受けましたけど。そうなんでしょうか。とりあえず目の前にいる巡洋艦を射程圏内に入れて撃っていくことを考えますかね。アメリカの巡洋艦。どうだ、高速をしてて当たらないな。ギリギリだ。これはなかなかに辛い。届いてないな、本当に微妙に。これは敵の方が早いのかな。そしたら、おっと。追いつけない。そして射程圏外から来ましたね、今。射程圏外か。どこから、数から行って巡洋艦だと思うんですけど、見えない。そっと待機かな、これは。手機破損で火災でほとんど、移動不能かといって、打ち返せることすらも困難。厳しいですね。なかなかに扱いの難しい艦かもしれないですね、これは。敵が、
全く見えないというのは、対処が難しいですね、これ。ミニマップをまで見ながらということになるんでしょうかね。駆逐艦を発見。早速命中しなかった。見ちゃいましたね。と思ったら今度は別の駆逐艦。命中せず。おっと、戦艦。これは恐ろしい。こっち向いてませんかね。今度は重要艦。敵が多いな。なんか一気に持ってかれた。戦艦かな。具合の確認。このままいけば問題ないですね。どうすんだこれ。動きが止まってる。当たらない。戦艦の砲弾が飛んでくる。怖い。今度は別の戦艦ですね。さっきと。そっと初期故障移動不能。魚雷が来る。もうどうすればいいのか分かんないくらいはちゃめちゃですが。どうすればままならないですからね。あ、もう死にますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ウォーゲーミング17周年記念のボーナスコードで手に入れることができるアメリカのティア2の巡洋艦オールバニでした。ご視聴ありがとうございます。